アイアムアヒーロー。平凡な日常が一変、まるでゾンビのような生きる屍になる感染症が襲います。売れない漫画家ヒデオと半分感染している女子高生ヒロミ、二人が生き残りをかけて戦います。物語はクライマックスを迎えようとしています。今書いているのはこの回の山場。ヒロインヒロミが主人公ヒデオに別れを告げる悲しい表情を描きます。花澤さん、顔のパーツに G ペンと丸ペンを使い分けて細かな書き込みを入れます。まつげとか眉毛とか、あと目の中とか、こういうのをやっていくと表情が深くなっていくんで、言葉ではなくこの絵で感情が伝わってくれれば成功っていう感じですよね。続いてミリペンを使います。この髪の毛のミリペンは今何ミリ使ってるんですか？これは 0.05 ですね。 0.05、 はい。これが本当にあれだよね、マジックのように髪の毛になるよね。やっぱりこの毛の作業が結構好きですね。こうやってやるだけでもまた髪の毛だけでも表情がつけれるよね。髪の毛の一本一本にもこだわりを持って描きます。セリフではなく絵で感情を伝えたい。花澤さんはそのために人間の細部の描写をとことん追求しています。あの手癖じゃないものが出てきた時の喜びってあるじゃないですか。いや、それはすごいありますね。ね、大友さんのアキラの髪の毛のツヤがまずキューティクル残しをしといて、あとベータ塗ってもらって、で最終的にキュ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 ってこう入れると髪の毛の流れができるっていう。で、ああこのやり方かっつって、シワとかそうなんですよ。花澤さんの作品で僕いつも気にしてたシワが、はい、ここにキュッて入るやつ。 あれのね、普通ね、はい、眉間のシワってここに入れるんですよ。ここに入るんです。だけど、ね、花澤さんね、ここに入れるんですよ。あー、それはアイディアだなと思って。彫りがしっかりしてないと、実は日本人って意外とここにしっかり入んないんですよ、うん、そうすると意外と結果的にはここにくぼみができるっていう。あれはすごいとこ気づいてんなと思って。 ありがとうございますすごい嬉しいです。あれは嬉しいです。人間に生きる屍の不気味さが混じり合った表情が描かれます。悲しそうな目にも深みが出てきましたね。書き込むね。かなりリアルな書き込みだよね。こういうふうにリアルリアルに人間を描かないと、はい、ゾンビになった時にわーってふうにならないっていうことなのかなと思ったんですよ。ここまで人間の造形をきっちりするのっていうのは、とりあえず日常を描きたかったんですよね、まず、はい、そこから始まってそれが崩れていくっていうところでの、そうね、はい、うん、そこでの大きな嘘が始まっていくんで、うん、徹底的に日常の風景を描いて入っていかないと日常の壊れっぷりっていうのは表現できないっていうことなんだろうな。はい、そうですね、うん、はい、
人間の表情や生活がリアルに描かれるからこそ、それが壊れた時の怖さが増すんですね。パーツへの細かい書き込みを重ねること40分、ようやくヒロインヒロミの表情ができたようです。人間をリアルに描くことで際立つ不気味さ、ヒロインの深みのある悲しい表情、渾身の一コマが完成しました。撮影2日目ビニールをかぶって腕を噛むというシーン、実際にやってみます。これ見える？あんまり。もう見えない？噛んでるのは分かんない。噛んでるの分かんない。噛んでいる口元が見えないようです。ちょっとここ引っ張っていいね。思いっきり、うん、あー、いつも見えるの。思いついたアイデアは必ず一度体験してみるのが花澤さんのやり方です。絵空事ではない、読む人が実感できる作品を生み出したい、花澤さんの思いです。主人公秀夫の顔を描きます。この作品では写真を活用している花澤さん、主人公にはなんと自分の写真を使います。写真を下に置いて下書きを入れていきます。これネームを元に、あ、そうですね、先にネームありきでネームのイメージの写真を撮るんですか？そうですね、基本そのパターンですね、うん、やっぱりその作品自体が、うん、まあ、ゾンビっていう大きな嘘をつく、はいはい、漫画だったんで、うん、絵とかに関してはある程度そのリアリティを求めたいなと、うん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 、それがまあこの作品に合ってるのかなと思ってたんで、うんうん、主に髪の毛の感じが欲しいのかな。あ、それもありますし、うん、顔と体のなんかバランスですかね。一時論争があったじゃないですか、はい、あのこの描き方はどうなんだ。はいはい、まあでもやっぱりね、うん、自由だと思うんですよね、うんうんうん、それこそ、うん、あらゆる自由な手法があっていい、うんうん、だからこそ漫画なんで、うん、出来上がった作品がどういうムードでどういうふうに読まれるかっていうことであって、はい、そこにおける手法っていうのは何でもいいじゃないっていうのありますよね。そうですね、うん、少しずつこういろんな自分の中の自由を、うん、持ってきて、うん、漫画がどんどん発展して面白くなってきてるんで、うん、花澤健吾さんは1974年青森県生まれ。少年漫画が大好きで、子供の頃から自分の妄想を絵に描いてきました。ほとんど誰にも見せないでずっとフェアリー妖精の裸を描いてましたね。暗い中学生でした。当時それこそ女の子と付き合えてたら僕は本当漫画家なんかなってないですよ。目立たない静かな少年だった花澤さん、中学生で青年漫画を読むようになり夢を見つけます。あの青年誌の、うん、ビーフリーとか、
あと名山一角とかハロルドさんとか、はい、新井秀樹さんとか、はい、あの辺の影響がすごくやっぱり見えるんですよ。はいはい、もうまさにそうですね。ゴリラーマンとかやっぱり宮本から君がもう本当にすごい好きで、それで先生のパイナップルアーミーも読んだりとかして、うん、あなんかこっちの方が全然自由だなって思ったんですよね。ここまでなんか書いていいんだみたいなのあるでしょ。あそうですね、ここまでそのなんかキャラクターがこう、うん、本当に生きてるように描かれて、うん、やっぱりちょっとし少年誌とは全く違う世界だなと思って、うんうん、おとなしい自分でも漫画なら世の中に向けて自由に表現を発信できる、その夢を目指し30歳でデビューしました。そんな花澤さんが書いたのは平凡で不器用な男が日々葛藤する漫画、等身大の主人公が現実と戦う姿を描き、自分のような読者に共感してもらおうとしてきました。そして今回の主人公秀夫も臆病で弱虫な青年、ヒーローらしく演出せずどこにでもいるような普通の人物として描きます。どっちかというともうモブキャラだと思ってるぐらいなんで、モブキャラがたまたまこの漫画ではちょっとスポットライト浴びてるぐらいの感じで、漫画の基本ルールとして、はい、背景とキャラクターが浮き上がるかどうかみたいなのって、はいはいはい、もう逆に馴染ませたいと思ってますね。馴染ませたいですよね、はい、青木ヶ原の樹海があんなに後ろにあったら見づらいはずなんだけどっていう状態を僕ずっと思ってたんですけど、はいはいはい、これ逆にやってんじゃないかなって浮き出てるってことはやっぱり主役感を出すためにライトを当ててたりとか、うん、そういうことになっちゃいそうなんですね、うん、だからそうすると僕にとってのリアリティが減ってっちゃうんで、うんうんうん、もう見えないんだったら見えないでいいっていう、はいはいはい、そっちの方が僕にとってのリアリティなんですよね、うん、浦沢ってあの漫画的汗をかかないよ、かき入れないよねっつって言われたことあるんですよ。だけど、クライマックスシーンになると、はい、雨降らして汗の代わりにするでしょって言われたことある。そうするとこうビシャビシャになるのね、はいはいはい、髪の毛も乱れるの、ね、あ、うん、で、ああ本当だと思って天候を利用するとかないの。いやだからね、僕らがね、うん、僕できないんですね。あ そこも照れちゃうんだね、はい、いわゆる雨降ってたらいいシーンになるのに、鈴木秀夫くんはピーカンなんだよねみたいな、このキャラクターは絶対にそんな奇跡は起きないと思って思っちゃうんですよ。どこにでもいそうな、だからこそみんなに共感してもらえる、それこそ花澤さんが追求する主人公のリアリティなんですね。撮影3日目、花澤さん深夜になって一度出来上がった原稿に再びペンを入れ始めました。生きる屍となった感染者が集まって生まれた巨大な怪物、橋の上を歩くシーンです。その歩く橋のアップを描くコマに満足がいかないようです。怪物の左前足をどんどんと消していきます。
気持ち悪いとか不気味ってなんだろうっていうのも突き詰めていくと、はい、手癖で書いた段階で気持ち悪くなくなっちゃうと。ああ、それはすごい分かりますね。あのなんだっけ、不気味の谷とかっていう、はいはい、あのなんか微妙なところですごい違和感を感じるっていう、うん、なんかあそこら辺をついていきたいなっていう感じなんですね、はいはい、人間に近づけてギリギリまで近づけていったところのちょっとのズレが一番気持ち悪いです、ね、そうですね、不気味に見えるっていうね。だから本当に単純に怪獣にしちゃうとやっぱり怖くなくなっちゃうんですね、うん、やっぱ筋肉もどうやってあの巨大なものがこう支えられてるのかなって考えると、うん、きちんとその理由があって動いてるっていうのがちゃんと欲しいんですよね、うん、なんて言うんだろう、怪獣っぽくなっちゃうのがすごい嫌で、なんか作為がね、はい、うん、自分のが入ってきちゃうんですよね、ちょっと油断すると、うん、それをなるべくこうなしで、うん、いかにもこう自然によってできてきたっていうものにしていきたいっていうのがやっぱすごい悩むところですね、うん、想像の産物にリアリティと迫力を与えようとひたすら線を重ねます。夜1時、ようやく仕上がったようです。怪物の迫力を読者に伝えたいというひたむきな思いが込められました。筋肉、そして足元の細かなディテール、まさに動き出しそうなリアリティを持って迫ります。